もお疲れ様ですす6 6月7日金曜日朝6時の相場解説になります、えー、基本的にはね、レンジオプションでいきたいんですけども、あーでも金曜日という曜日の特性も考えていかないといけないので、まあ、要注意とさせていただいております。で、昨日はね、えー、この陰線で確定したのかなというところで、えー、と上昇トレンドの方向に。 このローソク足と移動平均線の関係がいったわけではないと。どちらかというと、移動平均線は横ばいの方向に進んでいるのかなっていうところですから、まあ、もしかしたらね、この移動平均線に絡みながら、レンジを続けていくのかなっていうふうには見えます。えただ、レンジが今日壊れる可能性があるので、その辺を注意深く見ていかなくてはいけません。で、4時間の方ですけども、このようになってますね。えっと、おおむね昨日は、この2つのプライスの間、 で、推移していたんで、レンジオプションが引きやすかったんですよね。これ、あの、1時間の足でも説明しますけども、この間にすっぽりと入ってるでしょ、昨日は。まあ、ですんで、あの、セルに行くときでも、バイに行くときでも、あの、例のレンジオプションを踏襲していけば、まあ、取れたのかなと思うんですよ。ね、取れてない方も、あの、そういうふうに振り返ることによって、あ、レンジオプションだったな、ということがわかると思うんですよね。で、もう一回それを1時間で解説しますけども、 はい。昨日はレンジオプションだったんで、カバーする範囲はこれですと。ね。そうなると、ここでセル、ここでバイを踏んでいけば、とりあえずやられることはなかったと思います。で、えー、オーバーランしたところでヒゲ先がここですから、ここまでロスカットを切らずにいけば、まあ、えぐれた状態で、結局、寝動きが、あ戻ってきてですね、 含み損が含み益に変わって大きな利益になるってこともあり得たと思うんですよ。ここも同じです。含み損が含み益になって、含み損が含み益になって大きく利益を取ることができたっていうね。まあそんなサインですね。えー、ところが今になってこれ、まだね、はみ出してきましたね。で、ここまではまだね、あの様子を見てもいいと思いますんで、こっから今日どう立ち振る舞うかですけども、ここを抜けるようだったら、まああの、セルでブレイクをちょっと考えてもいいかなと。 うん、思いますね。えー、ただ、ここに行くまでに跳ね返って上の方に行くようでしたら、こちらのボトムを切り上がった時に倍で入って、結局この間を取るレンジダイオプションということになりますね。これが今日の方針です。はい、じゃあ以上ですね。えー、ではまた後ほど FX 折りやりの方はお会いしましょう。お疲れ様です。